羽田黒のゲートは、ヤマトグループが運営する日本最大級の物流施設である。東京都大田区羽田朝日町に位置し、2013年9月20日に、竣工した。所在地は、東京都大田区羽田朝日町11番1。環八通りに面し、羽田空港や、首都高速道路1号羽田線の羽田出入口の至近距離に位置する。東京港からの海運。 東京貨物ターミナル駅からの鉄道貨物輸送も利用しやすい位置にあり、首都高速道路を利用することにより横浜港へも短時間で到達できる。この地には1938年より、エバラ製作所羽田工場があり、大型ポンプなどの製造を行っていた。工場の老朽化や生産効率の向上のため、エバラは生産機能の千葉県富津市への移転を決定し、 2007年に跡地10万2881平方メートルと敷地内ですでに建設が始まっていた地上12階、地下1階のオフィスビルを大和運輸に845億円で売却した。オフィスビルは2008年に完成し、エバラが大和運輸から沈借し、本社機能を置く。2011年1月に羽田物流ターミナルを着工したが、この土地には、 引き渡し時点で石綿を含有するスレート編が混入しており、大和運輸はこれお菓しであるとして、エバラに対し除去費用73億8、483万7、969円及び、遅延損害金を求めて民事訴訟を提起した。この訴訟は、2019年1月に、エバラに対し59億5、278万3、219円の、 支払いを命じる判決が確定した。この土壌処理により、当初の2012年10月の開業予定が1年弱、ずれ込み、2013年9月20日に竣工した。施設名称は、ギリシャ神話における、時間の神クロノスと、日本と国外とのゲートとなることから、この二つを合わせた造語として、羽田黒のゲートと名付けられた。 建設中の羽田黒のゲート2012年7月2015年度グッドデザイン賞2018年度には日本建設業連合会が主催する第59回 b c s 賞を受賞している止めない物流を標榜し年中無休24時間創業している1階2階は下半エリアで全長1070メートル1336枚の セル式のクロスベルトソータ前爪搬送機、吸盤状のアームで箱を扱うロボットアームなどにより荷物の仕分けを行う。従来の施設では1時間あたり2万4000個だった。仕分け数は4万8000個と倍増し、1日あたりの荷物の処理能力は約60万個となる。外周のバースには最大104台のトラックが同時に横付け可能で、 ついたちあたりのトラックの発着は延べ2000台である。3階から7階は、付加価値ゾーンとなっており、工述の流通加工を行っている。1階から7階までの各階は、スパイラルコンベアで相互に荷物を搬送することが可能である。穴森稲荷駅の駅名版2015年2013年9月20日に開催された、竣工式には、猪瀬直樹東京都知事、 田中久男と芝代表執行役社長、伊藤慎一郎 ANA ホールディングス代表取締役社長らのほか男性アイドルグループ t o k o のメンバーが出席した。t o k o は、同社の羽田黒のゲートの指導を告知する CM にも出演している。同社の取り組みを広く知ってもらうべく、予約制で卓球便の歴史に関する展示や、下半エリア、 集中管理室などを90分で見学できるコースが開設されている。最寄り駅の京浜急行電鉄空港線、穴森稲荷駅には、命名権取得により、2013年9月20日より、ヤマトグループ、羽田黒のゲート前の服役名を冠した。ありがとうございます。